音は出てると思うんですけど、あとはこう初めのそのいわゆるメリハリというか、はい、はい、皆さんこんにちは。4時半ということでですね、9月今日は22日23でしたか、失礼しました。そうか、失礼しました。アキラのタロットカフェ、ですね、の時間がやってまいりました。私占いセラピストのアキラと申します。まあみんな知ってるかもしれないけどですね、今日も1時間ほどよろしくお願いします。ということでですね、どうですかね、台風も来てるのかな。あ、行っちゃった。あ、いや、台風来てるんだ。うん、らしいですよ。来てるらしい。まあだからその風が強いとかいうのはそういうのもあるのかなというふうにですね、思うんですけども、まあどんな感じなんでしょうか。まあ今日もですね、一応まあ旗日というか、世間はお休みなんですが、タロットカフェはやるということでですね、さすがっていう感じなんですが、今日もですね、素敵なゲストさんをお呼びしております。早速なんですけども、四つ葉のクローバー大作戦というですね、なんていうんでしょうか、まあ、プロジェクトみたいなもんなんでしょうか。模型女子こと模型女の横山千恵美さんに今日はお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どんな感じですか。ただいまオンエア中。あ、そうですね、はい、うん、なんか見るのと出るのと違いますもんね。あ、そうですよね、うん、はい、慣れてくるとあんまり変わんないんですよね。日にちを間違えたりとかこう結構ですね、こう僕が言わなければまだ多分今頃ぐらいからこうオンエアがこう誰かがですよね、気づいて、うん、あ、過ぎてますよみたいな感じでですね、はいはい、なっていくんですけども、うん、そんな感じでですね、はい、ちょっとラジオとかテレビとは違い、うん、はい、こじんまりとというかですね、はい、うん、こんな、はい、うん、いう感じでですね、はい、勝手はい、チーズ、はい、勝手。これ映ってます、もしかして。これ映ってます。これがね、ちょっと明るいんだよね。あ、じゃあちょっと撮ってみましょうか。はい、出してもらいます。はい、チーズ、はい、OK、 大丈夫ですか。なんか全然途中からかったです。そうです、今日なんか僕ここほぼほぼどうですか。あ、そうですか。いや、なんか、はい、あ、すみません、ちょっと半ば言わせちゃったんですけど、ね、はい、どうかなさいました。あ、ちょっと友達のイベントでですね、今日午前中、はい、このリンパケアのですね、の受けてきたんですね。いいですね、うん、そのビフォーアフターで見せてもらったんですけども、顔が、この辺が全然違うらしいんですよ、うん、はいはい、うん、で自分だとちょっと本当かなって思うけど、周りにこう言われるとですよね、あ、そうなんだっていう風にですね、はいはい、うん、ただちょっと今日いつもよりも顔がちょっと締まって見えて、というですね、はい、はい、ということで、はい、ニョッキーパパさんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ちえみさんだということでですね、今これを見てるということで、ありがとうございます。先ほどちょっとランチ食べてたんですけども、ニョッキーさんでですね、だったんですが、こちらですね、ユーストリームというですね、のは、まあ、世界配信ということで、ちょっとまずは簡単に自己紹介をですね、はい、こちらのカメラに向かってですね、はい、お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。はい、模型女子の横山と申します。そうですね、こういう映ってるんですかね。あ、映ってますよ、はい、映ってますか、はい、こんな感じのジオラマとか、うん、はい、これは先週ですね、はい、浜松ジオラマグランプリというところで出してきた私の、はい、最新作なんですけど、まあ、こんな風にぐるっと回って見てもらって、はい、で、牧場の風景をちょっと作らせてもらって、煙鉄百貨店の方でちょっと展示させていただいて、はい、煙鉄百貨店で展示をしてきたんです、はい、それで、一般投票で、グランプリを決めるっていうので、はいはい、まあ、グランプリじゃなかったんですけども、うん、一応そういう方たちと一緒に、はい、参加できたっていうことで、とても光栄なところでやっておりました。そんな感じです。ちょっと今日は、はい、いろいろその辺のジオラマのお話であったりとかですね、まあ、ちょっといろいろお聞きしたいなというふうに思います。はい、マイク
はい、こういう声結構好き勝手ですね。あ、いいっすよ、いいっすよ、パーソナリティに背を向けて。いいですね、こっちこっちみたいに言いたくなるんですけど、まあ、恥ずかしいですから、まあ、ちょっと概要こう見てる方はですね、分からないと思うんですが、なかなかですね、本当ですか、ありがとうございます。あ、もう来ていただいてありがとうございます。ニョッキさんがお疲れニョッキということでですね。あ、お疲れニョッキです、はい、お疲れニョッキですということでですね、うん、まあちょっといろいろお聞きしたいことはあるんですけども、うん、まずは、その四つ葉のクローバー大作戦と、はいはい、これはどういったものになるのでしょうか。あ、まあ、主人とあと子供と、はい、一緒に、うん、まあ、模型を作って静岡の合同展示に出そうっていうことで、はい、クラブ名をつけて、はい、毎年5月に参加してます、はい、あ、そうなんです。毎年5月ということはもうこの間じゃあ参加をされてということで、はい、そうですね。あと、まあ、主人の友人とかで、はい、まあ、ごく親しい中でやってます、うん、あ、そうなんですね。うん、まあ、毎月なんて毎年5月、そうですね、うん、その他は何か出したりとかっていうのはないです。他はモケ城の方で、モケ城、はい、モケ城市の方で、はい、山梨の展示会があったり、あとは東京の新橋のタミヤプラモデルファクトリーというところで、今度27、28日の日に、はい、東京の新橋のそのプラモデルのところで、ファクトリーの方で展示を、はい、女子フェスティバルっていうのがあって、女子フェスティバル、はい、うん、それでスケールモデルや、はい、RC、ラジコンカーですね、あとミニ四駆、それからスイーツデコ、はい、スイーツデコレーションっていうのを、女性ならではの作品っていうのをご覧くださいということで、はいはい、28、29日東京の新橋のタミヤプラモデルファクトリーというところで開催するんで、その中で一つ、ちょっとここには持ってきてないんですけども、はい、スケールモデルの方を展示させていただくということです、はいはい、あ、そうなんですね、はい、こうご家族でやられていて、子供さんも一緒に、子供はもうなんか、うん、一緒にこう連れてきてるっていう感じが今は多いんですけど、あ、うん、まあ、そのうちちょくちょく作らせようかなとは思ってます。モケジョっていうのは何人ぐらいいるとかってあるんですか。まあ、うん、今は3人なんですが、はい、なんか、サポーターズがいまして、うん、その大越智恵さんっていうプロモデラーの女性の方 の生徒さんが、はい、うん、作った作品も一緒に展示するっていうことで、はい、プロモデラーというのはいわゆるこういうのを作るモデルを、そうですね、ですよね、はい、プラモデルさんではないですよ、ですね、プラモデルと思ったけど違うんですよね、結構美人な方なんで、ああ、いい、あ、そうなんです。この間もなんか言われてましたけど、そう、モデルさんのようなプロモデラーっていう感じで、プロモデラー、はい、うん、はい、ちょっと作品のこともちょっといろいろと、うん、なんですけど、はい、あ、もともとはなんかこれのこのもいわゆるモケ城になるとか、あと、四つ葉のクローバー大作戦というものの、うん、なんかきっかけみたいのって何かあったですか。もともとは模型を始めるきっかけはやっぱ主人が模型が好きで楽しそうに作っているのを見て、はい、じゃあ私もやってみようかなっていう感じで始めたんですけど、はいはい、まあ、やっていくうちに楽しくなってもどんどんハマって、はい、うん、自分の方が先に作っちゃう感じなんですけど。あ、そうですか。あ、そうなんですね。で、なんかモデル、あ、モデルじゃなくて、ジオラマと言っていいですか、これは。あ、そうですね、うん、なんか分野というか、なんかジャンルというんですか、なんかあるんですか、そういうのって。例えば千恵美さんがはこういうのを専門に作るとか、うんうん、は特にない。本当にもう作りたいものを作るっていうか、あ、はい、ジャンルは問わないんですけど、はいはい、車とか、はい、まあ、こういう情景ものとか、あとはバイクとか、バイク、はい、バイクのプラモデル、バイクのプラモデルとか、あとミニ四駆とか、ミニ四駆、あとラジコン、ラジコン、あ、もう本当いろいろ、そうですね、ありますね。作ったことないのが船ぐらいですかね。ね、なんかガンダムみたいなの作るんですか。ガンプラは1回やりましたね。あ、SD ガンダムっていうこれ小さいありますね、 SD ガンダムって、はいはい、あとはこれぐらいの普通の、うん、作るだけじゃなくてなんかデコレーションみたいなの、じゃあデコレーションというか、あ、そうですね、うん、スイーツデコレーションも少し、あ、なんかプラモデルだったら、普通だったらなんか
よく市販のだと組み立てて、シールとかなんか、うん、シール貼るんですかね、はい、僕の時ってシールはこうなんか水にこう水をこう入れて、でこう水につけると剥がれて、それをこう貼って、こう何回も僕失敗したことがあるんですけど、そうですか。はい、それは今もそうなってるんですか。そうですね、車のも、も戦車もそうですし、あ、はい、そういうデカールシールはついてます。はい、はい、で、まあ、プラモデルだけでなくてジオラマ、はい、うん、なんかプラモデルとかをバイクとかなんかそういうのを使ってジオラマとかっていうのもやられる、はい、あ、しますね。今日は持ってこなかったんですけど、どんなあのゴリラとかモンキーとかっていうバイクがあるんですよ。ああ、はいはい、はい、バイク その、うん、はい、プラモデルなら作ったことあるんですけど、でなんかそのプラモデルを使ってジオラマのなんかっていうのをやったりするんですか。あ、それは、うん、あ、一個、まあ、なんか人形乗せてみたりとか、はい、そういうのは少しありますけど、はいはい、あとこちらの方ですよね、はい、この手前のはこれはなんかこれですかね、作品名とかなんかあるんですか。あ、これちょっと作品名がね、はい、なんかちょっと細かいあやふやにつけてあるんですけど、はい、あのミシン、猫、壁で裏にあるコスモス、ああ、はい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 、であとは蚊取り線香が、そうですね、蚊取り線香、これはあの、うん、夏季限定というか、はい、まあ、夏にしか見られない、あとはこういったうちわとかですね。こういうパーツも作ってるんですか。そうですね、まあ、貼り合わせただけっていう、清水さんが作る。そうですね、あと壁はもう白い一応色を塗ってあるんですけど、こういうコスモスなんかも作ったりとか、これは紙なんですよね、でこっちは木でできてるんですけど、蚊取り線香も作るんですか。そうですね、でこういう小さい蚊取り線香なんかもあるんですよね、キットが。ああ、いや、キットがあるんですね、すごいですね。そしてこちらの方が、こちらペンギンですね、うん、うん、まあ、あの、はい、プライザーっていうところから出てるペンギンがあって、はい、でこの滑り台は紙なんですけど、うん、あとはこれはあのただの棒だったんですけど、うん、鉛筆削りで削って鉛筆みたいにして、うん、ちょっと面白おかしく作ってみたんですけど、ペンギンですね。そうですね、まあ、はい、ペンギンのいる庭みたいな感じで、ペンギンのいる庭、はい、なんか可愛いですよね、っていう感じで作りました。うん、はい、なんかこうすごいペンギン、はい、うん、なんか何の違和感もなくですよね。普通ここにペンギンっていない、ね、なんか氷とかそういう、うん、動物園をイメージしてやってみたんですけど、そうかそうかそうか、暑いところにもペンギンいるからね、そうなんですか、そうだよね、なんかちょっと自分のこう想像でやってみたんですけど、そしてこの大きいのが、あ、これはあの、ああそちらですか、あ、こっちか、こっち、あ、そっちも、こっちも、見てなかった、作品なんだから、何度も真剣に見てよ、あ、いいですよ、はい、これもなんか、あのガーデンエントランスっていうキットがあってですね、うん、あのドゥージーっていうブランドで、うん、あのコバーニーっていうとこ、はい、共同で出してるんですけど、鉛筆みたいになってるのが。まあ、これもこれと一緒で鉛筆削りにして、まあ自分で緑に塗ったっていう、あとこのポストがついてたり、なんかゲゲの鬼太郎かなんかに出てきそうな、ね、そうですね、ポスト、こういうポストありましたよね、なんかこう、うん、妖怪ポストっていうんですか、妖怪普通のポストに違う、妖怪、え、知らないですか、妖怪知ってるけどさ、ゲゲゲの鬼太郎、うん、こんな感じ、え、ギョ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 太郎、ギョギョギョ普通のポストってのは赤いやつですよ。これ赤くない。ピンクのポスト可愛いじゃん。可愛いですか、ありがとうございます。どこに向けてもいいんですか、どこに向ければいいか分かんないですけど。まあ、真正面に。こんな感じです。そう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 、あ、いいですね、いいですね、もう。カメラ近くに来てますからね、そこに。はい、これやったら、あ、いいですね、いいですね、見えますか、なんか自分がよく分かってなくてそしてこの大きい、はい、大きいというか、うん、あの見えますかね、うん、これは牧場の夏っていうタイトルをつけたんですけど、牧場の夏、あ、そうですね、牧場の夏ってですね、こう、うん、トラクターがあったり、トラクターありますね、ここにあの鶏とか、鶏いますね、細かいですね、見えますか、この
ここには牛がいたり、ね、豚がいたり、まあ、これちょっと白黒でちょっと失敗したんですけど、これも豚なんですね、餌を食べているところ、はいはいはい、あとはここでバラの花をカメラで撮ってる人とか、ああ本当だ本当だこういう水の淵側に子供がこう遊んでいたりですね、あ子供いた、あとここに浴衣の人が歩いていたり、まあ、こうひまわりをバックに写真を撮るカップルとか、はいはい、まあ、いろいろこう細かいね、ネタをいろいろ詰め込んで、これは 色とかもちえみさん塗ってる、まあ、あの人物はもうほとんどできたものなんですけど、あるんですね、はい、なんか浴衣っていうか着物というか、そう着物着てるね、そういう人も人物もあるんですよ、はい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 、おすごいですね、なんかいろいろ作れそうですよね、そうですね、うん、なんかあったら、はい、なんか、うん、僕の友達とかなんか戦争のこうなんか戦場みたいな、うん、そんなのも作ったりとか、ね、ああそういうのもねやりますね、やりますよね、はい、ああできてないですけど、私も戦車を少しやってます、はいはいはい、でそのモケ城の人たちはこういうのをいわゆる作っているというところで、そうですね、うん、まあ、はい、いろいろなんですけどね、ガンプラ作る方もいらっしゃいますので、はいはい、うん、あの辺ガンプラとか詳しいですよ、あそうですか、あの2人女性のですね、はい、うん、とかですね、うーんうん、いいですね、そうですね、でなんかあの新聞にもこの間さっきなんか新聞ってですよね、そうですね、うん、もうだいぶ、はい、だいぶ前になるんですけど、あちょっと失礼していいですか、はい、ああ新聞にも、あこれがいわゆるモケ城、ね、ちょっとお見せできないのが申し訳ないんですが、としてのあの活動の、はい、ああはいはい、新聞社の方がお願いします、すごいですね、あ、ああ確かにガンダムのプラモデルがとか、ね、これはジブリアニメの結構有名なですよね、そうですよね、とかですよね、うんうん、ガンダムの、うん、これ知ってます、サザビだったかな、そうですかこれ、これ多分キュベレイ、ちょっとガンダム詳しいですよそうキュベレイです、そうですキュベレイとかですね、この方が作ったんですよ、あ、そうなんですか、なんかこうマニキュアの色、はい、で作ったり、うん、あの色を塗ったりとか、あこれマニキュアの色、うん、なんかツヤがある光沢あるなと思ったら、なるほどなるほど、うん、本も出していらっしゃるので、はいはい、これは模型賞というかホビー賞そうですね、静岡ホビー賞の時の、あじゃあジェミさんも出したりとかそうですねしてるんですね、はい、あホビー賞僕見に行きました、あそうですか、気づかずに、ね、ボード展示の方はねなかなか人が多いんで、あ多いですね、見て回るの大変だと思いますけど、はいはいはい、うん、なんかそういう集まりみたいなのがあるんですか、こう模型場の会みたいな、会はないんですけどね、まあ、それに向けてちょこちょこ作って、あ作ったりとかして、はい、うん、小松に向けて、100人のモケ城が集まって展示が、あ展示ができたらいいなと、できたらいいですねっていう夢なんですけど、はいはいはい、今モケ城ってこの4人だけっていうことじゃないですね、もっとまだとあのサポーターズの方がいらっしゃる、まあ、サポーターズっていうのが、はい、モケ城サポーターズ、はい、あの大越智恵さんっていう方 の、はい、あのうん、生徒さんが作ったものを展示したりとかっていうこともあるんで、なんかそのサポーターズになるためには何かあるんですか、まあ、な女性で作られてる方だったらサポーターズ、ね、作られてる方、はい、とかこれから作りたい人とか、そうですね、そういう人もいたらいいですよね、はい、ちょっと募集してみましょう、ここでモケ女の会というのがですね、モケ女の会サポーター、モケ女ではないんです、モケ女、まあ、女性で作っていれば、うん、まあ、モケ女っていう感じなんで、はい、はい、そう、なんか型にこだわらずに、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、あ、プチアールさんありがとうございます、プチアールさん来た、はい、四国の松山の特派員のプチアールです誰かの特派員って言ったんですかここで、はい、こんばんは、こんにちは、土曜日には現地にいましたよということで、土曜日現地土曜日先週、ああ、ありがとうございます、僕はちょっと緊急の用事とかいろいろあって残念ながらいただき物があるんなんですけど、あのプチアールさんなんかいただき物があるということでありがとうございます、ちょっとここでレビューをしましょうか、あれこれ YouTube にも行くのかななんて、はい、四国メーカーっていうんですかこれは、うん、の旗田栗タルト、うん、
その昔松山のお殿様が長崎から持ち帰られた南蛮菓子のタルトということで、うん、伊予特産の生柚子っていうんですかね、の香りと柚子の香りと栗を、うん、小豆飴でくるんで巻きましたということで、なんか甘そうだけどどうですかね、こうやってパッケージ見た感じだと、うん、すごくこ う, うまそうな美味しそうな感じです、早速ですけども開けてみましょうか。プチアルさんいただきます。ありがとうございます。ここに何人かいますけど、皆さんも多分召し上がられると思うんですけど、うん、まあ、別に全部僕が食べていいんだったら食べちゃうけど、またみんな食べちゃうのか。食べないです。あ、食べちゃうんですよね一人で。いやだってこれ切れないですよ。ほらこうなってるから。ああ、あ、あ、切れてる。切れてないじゃなくて切れてる。切れてるっていうかこれあの、その中に恵方巻きみたいに切ってる。いいんですか。ああ、そう、それで食べてもらいたい。いいんですか。ピロピロ巻きしてくださいぜひ。それはプチアルさん悲しむと思いますよ。みんなが喜ぶ姿を見せる。いや切れてるけどこれ4つ、要するにこれは半分で切れ目がかかってあるから、うん、あ、切れない。4人ですよこれ。あ、4人。包丁。そうです。はい。プチアルさん、甘くなくて美味しいですよということでですね。じゃあ辛い。辛くはないと思うんですよ。はい。じゃあ。ちょっともう一回開けてみて。はいはいはい。じゃあ一回ネームアウトで。うん、はい。おいこれ貼っといてみたいな。一回やってみたいんですけどね。どっかの番組にありそう。あ、辻原さん切れてるんですけど、あ、切れてるのかな。今見た感じだと。全部切れてる。いや全部切れてなさそうだったんですけどね。あ、そう。うん。真ん中に切れ目がかかってて、うん。うん、二等分はできるけど、それ以上が切れない。手刀ですか。それを誰が食べるんですか。大丈夫ですか。誰も食べないと思って。アキラさんの手についたクリームをみんなで舐めるみたいな。それちょっと僕も嫌です。人気もっと人気あるかもしれないですね。そうですよ。そういうの好きな人はいいかもしれないけど、今探せばいると思いますよ。それは。はい、あ、プチアルさん1個ずつ切れてる。あ、そうなんですね。あ、あ、じゃあ、あ、まあ、あのちょっとカズさんに今確認を。切れてないです。よく知ってますね。え、それ10年ぐらい前のあれですよ。あ、僕それリアルタイムで見てるんですけど、テレビでその切れてないですよっていう、あの、そのギャグ、本人のやつ。ああ、そっちの切れてる。それもっと遅切れてない。はい、土原さん失礼しました。切れてた。そうです。切れてるでしょ。そうですよね。うん、というところです。意外とアキラさん天然ですね。ああ、そうそう、そんなところが結構、うん、あとなんかいろんな今日雑誌とかなんか持ってきてくださってですね。一応宣伝も兼ねて浜松ジオラマファクトリーという。これはそこで開封しておいて。あ、そうですね。あ、そうですね。そちらを。ああ、切れて袋を上げてもらって。ああ、確かに切れてるけどこれ分かりにくいですね。もっと分かりやすいの持ってこいってね。いや、そうすみません、カチンコを入れさせてもらいました。はい、ありがとうございます。じゃあ、内原さん、ありがとうございます。なんか切れてましたね、よく見るとこうやって見ると分かんないんですけども、うん、もうだんだん老眼になってさて、では、うん、早速開封をしていきましょうか。これは何ですか。これは、畑田栗タルトですね、四国メーカー栗か、うん、いうことで、うん、あ、もうこれに切れ目が入ってるからこれでいきましょう。ちょっと、はい、そしてさらに袋が入っているので、よし、これでいきましょう。届かないか、よし、カメラが。ああ、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、あ、これはここから取ってくださいということかな。うん、ここになんか切れ目が切れ目というかどっかないのかな。あ、なんかありそうですね。この辺ですね。やりましょうか。あ、あった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 。ありますか。やりましょうか。まったく言いた
大放題です。はい、じゃあカットカット、先に、はい、YouTube、 はい、なんかどっかの料理、なんかどっかの料理番組にありそうなあれですけど、はい、剥くとこうなりました。あ、よかったらチームさん受けてるじゃないですか、よかったね。すいません、笑える、すごい笑えるんですけど、こう見ても思っちゃうね。あ、アキラさん先、あの、ね、じゃあアキラさんファンの方なのね、お土産なんで先にいただいた方がいいじゃないですか。一番食べてほしいところ待ってると思うんで、はい、はい、はい、ありがとうございます、ね、どうぞ。じゃあ私も一つ いただきます。はい、栗、栗、これあんこかな、うん、あ、栗が入ってる、で中に栗が入ってる、入ってますね、ですね、こんな感じですね、見えますか、うん、見えますか、では見えますか、いただきます、すいません、ちょっといただきます。あ、柚子、柚子の香り、うん、来た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 、うん、来ました、うん、来ましたね、これ、うん、あ、いいですね、これはあの、うん、柚子の香りなくても十分こう甘さも抑え控えめになってて、うん、うん、美味しいんですけど、また柚子が、うん、うん、私柚子大好きなんで、すごいいいですね、これいい仕事してます ね、 分かるんですよ、そういうことは、はい、はい、四国に行ったらこれをお土産にまた、うん、そうですよ、これはこれはうまいですね、美味しいですよ、うん、食べてるとこ皆さん映ってくださいね、食べてるところ映ってください、あの、プッチャールさんにあの、あ、いただいてますよ、はい、じゃあ、皆さんフレームインの時間、フレームインしてください、いただきます、はい、次のネタバレになっちゃう、ネタバレか、え、ね、ネタバレ、プッチャールチェンジしないと、ごちそうになります、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、後からユズがこう、来るんですよ、いただきます、うん、そうそうそう、柚子の、ね、柚子の香りがこれいいですね、柚子の香りが、うん、うまい、うん、いただきます、ナイスで、いただきます、はい、召し上がってください、ごちそうさまでした、はい、うん、なんか近々こうなんかイベントみたいのってあるんですか。あ、それはあのさっきのあの新橋の、うん、あの27、28ですね、うん、はい、東京の新橋で、新橋のあの、うん、タミヤプラモデルファクトリーというところ、はい、タミヤプラモデルファクトリーで展示をされている、はい、女子フェスっていうのがあるので、女子フェス、はい、はい、あの女子が作った、うん、あの、はい、プラモデルをあの見ていただきたいということで、はい、展示をするので、なんかこうジオラマ作りの教室みたいのって やったりとかするんですか。今はないんですけど、ね、まあ、どこか将来的にこうなんかや、もし、例えば誰かがやりたいって言ったら、どうですか、この辺の一つとかなんか、なんか、ね、うん、できればいいですね、うん、母さん、ジオラマ作りませんか、うん、いくらぐらいでやるんですか、うん、いや、まだそこまでは具体的には決まってないので、はい、何でもない何か、そうそう、あんまりお金の話すると嫌われちゃうからですね特に僕は運とか言わないから、運とか金の話じゃないから、イメージが今そうです、浸透してるからはい、プチアールさん、これは何で1ん、漢字の1に6にって何ですかね、16タルト、何タルトって言うんですかね、これ1に6って、あ、似てるね、似てる似てる、何がですか、一六タルト、一六タルトっていうのがあるんですね、うーん、こっちのがうまい、こっちのがうまい、うん、一六タルトの方が全国的に有名です、これは映画監督さんの伊丹十三さんが宣伝していましたか、あ、そうなんだ、あ、結構有名な、すごいですね、うん、うまいです、あの僕柚子の香りが結構お気に入りです、さっきから柚子柚子言ってますけど、うん、ですね、いいですね、うん、栗と柚子って合うんですね、合いますね、美味しかったです、うん、あ、これは美味しいです、ありがとうございます、ピジャールさん、改めましてお礼を申し上げます、うん、ということで、うん、なんか将来こういうことやってみたいなみたいなのありますか、
こうディオラマ。まあなんか模型作りが楽しめればそれで、うん、はい、なんか。なんか模型人、ジオラマ人口というか模型所もですよね。そうですね。まあ模型所はもうぼちぼち結構何人かいらっしゃるんで、うん、はい、まあ興味のない人でもこうものづくりの楽しさが分かっていただければ、私はそれでいいと思うんですけど。はい、あちらの二人とかどうですか？模型所とか、模型とかどうですか？ジオラマ。あ、プラモデルとかあんまりね、あの、私が模型みたいな感じ。私が模型。私が模型。ええ、まあなんか大量生産。まあ、いろんな、なんかね、うん、そう、はい、親子でできればなっていうのが、まあでもそうですね、あの僕なんかもこう占い師やってたりとかですね、うん、まあ、そういうところで、うん、ですね、まあ、結構僕の周りだと、うん、こう占いであったりとか何かこうセラピーをやった後にですね、うん、実際なんか物を作ってみましょうということで、うんうん、あのそれでですね、うんうん、まあ、その人の心理状態であったりとかこれからなりたいものっていうのに対するものをこう、うん、まあ、僕は可視化っていうふうに呼んでるんですけども、見れるように、目に見えるようにという形でですね、やれるようなものっていうのを、まあ、ちょっと探しているところなので、まあ、なんか一緒にやれたら嬉しいなと思います。ちょっとまたそれは後ほど企画をですね、しましょうということで、ぜひよろしくお願いします。はい、うん、いうことで、まあ、番組も後半に差し掛かっておろうと、差し掛かろうとして、おりますが、うん、ちえみさん、この間僕の占い受けたばっかりなんですよ。そうなんですよね。実は、はい、やっていただいたんですよ、うん、どうしましょうか。あ、うん、そうですね、うん、タロット占いか、今日はこんな、すごいタロットカフェだけどこんなものも持ってきております。なTC カラーセラピーというですね、まあ、新しい分野のですね、まあ、いわゆるカラーセラピーですね、ですので占いではないんですが、うん、何かしらそのちえみさんの心理状態であったりとかですね、今後のこう目標とかですね、なんかそういうものに、うん、まあ、ちょっと、うん、そのためのなんかメッセージとかですね、アドバイス的なものも、うん、見ることができたりとかですね、はいはい、するものなんですが、うん、そうですね、どうしましょうか。カードもいいし、せっかくなんで、うん、まあ両方っていうのもいいですけどね。両方ですね。はい、はい、両方やりますか。両方やりましょうか。はい、はい、うん、では新しい方向で、うーん、なるほどなるほど。ではですね、ちょっとまずカラーの方からいきましょうか。うん、この中で、うん、どうしましょうかね。まあ、うん、自分の気になる色、今こうパッと見て直感でですね、気になる色をですね、左手と届きますよ。左手でこう、これで2つ、ここに前に出していただく。2つですか？2つ、もう1個。あ、もう1個か、うん、もう1個。あ、じゃあピンクかな、はい、あ、ピンク好きなんですよ、はい、ありがとうございます。これなんで選んだとか何かありますか？ピンク、はい、なんですかね、やっぱ直感ですよね。自分の気持ちですか、はい、はい、今はこんな色かな、はい、ですね、これピンクじゃなくて確か別の、ちょっとすみません、ピンク、ちょっとすみません、はい、ピンクでなくて、あ、あったあった、こんなのあるんですけど、うん、あ、コーラルというですね、コーラル、うん、ちょっと細かくなってくれてるんですけど、うん、まあ、こんな色とオレンジですね、うん、あのやっぱりこれを、あ、選ぶだけでもう一回いいですか、この、あ、好きな色なんですか、好きな色、はい、うん、はい、こうなんか、なんで好きとかあります、な、ね、なんでですかね、うん、理由はないですね、うん、あ、じゃあなんとなくとか、そんな感じ、うん、そして、はい、オレンジ、ね、こっちもですね、はい、なんとなく、はい、うん、はい、はい、うん、割とこうなんか明るい色と言われているものの中でですね、はい、オレンジ、向上心とかですね、そんなの
現れ、これから何かやりたいことがあるとか目標とかですね、まあ、ちょっと先ほど、ゴールドとちょっと似てるんですけども、その中でも、オレンジってですね、赤い色も入ってたりしますので、赤と黄色ですとか、まあ、そういうところでですね、こう楽しさそして情熱というですね、そんなのも表すようなものということなので、なんかこれからいろいろジオラマ関係とかですね、まあ、いろんなので、そんな形でやっていくといいのかなというものと、こちらですね、まあ、まさに女性性というかですね、優しさとかですね、まあ、そんなのも表すものですので、まあ、なんかそういったですね、やっぱりそういうものに対して周りが、そんなちえみさんを、こう魅力を感じて周りがこう集まってくるようなですね、そんな形でやっていくといいのかなというですね、まあ、ちょっと簡単なカラーでしたけども、こんなのとですね、じゃあちょっとそれを踏まえた上でタロットということで、今日はなんかどうしましょうか、どんなことを、そうですね、なんか、これからどんな風な、なんていうか、模型を作っていったらいいかなっていう。ああ、なるほど。どんな模型を作っていったらいいのかなということですね。あ、こう車がいいとか戦車がいいとか。車がいい、戦車がいい。とか、やっぱいろいろあるじゃないですか。はいはい。プラモデルって。ありますね。ね、そういうのでなんか、どのジャンルがいいかなっていう。はい。わかりました。ちょっと後から。ちょっとカードをですね、3枚選んでいただきたいので、ちょっと失礼します。はい、それではですね、こちらですね、まあ、どれでも結構ですので、カードを3枚ですね、この中から左手で抜き取って、ください。今日は自分でシャッフルしなくていいですね。今日はというかこれからしない。あ、そうなんですか。はい。3枚。そうです。大幅にちょっとセッション方法を変えましてですね。へえ、そうなんだ。これは初めてですね。どんどん新しい。そうですよ。常に進化していくんですよ、僕は。進化する男。そうですよ。すごいですね。はい。自分の手先は。それいらない、それいらない。すみません、はい、ありがとうございます。大丈夫ですよ、不器用じゃないですよ。いや、不器用なんですよ、実は。ダメです、僕は。そうですか。こうなんか細かい作業とかですね、ダメなんです。そうですか。はい、まあ、今3つのカードですね、並べさせていただきました。まあ、どんなものを作っていけばいいのかと、いうところで、こうなんかドリーマーというですね、初めて出たこのカード。あ、本当ですか。そしてワールド、世界ですね。これも初めて見ました。そうなんですね。今日はちょっと初めてなのばっかりですね。ということ。この花が生えたのが見たことあるかな。はい、これは月というですね。カードなんですが、まあ、ドリーマーですね、まあ、簡単に言うと楽観的に物事を判断していくということですね、まあ、本当になんか自分のインスピレーションだったりとかそういうのでですね、作りたいなって思ったものをですね、作っていく、まあ、なのでどれというふうに、なんかどれを作ろうかなっていうふうなジャンルにこだわることなくですね、なんかこう合わさって融合したようなものでも多いですし、現実世界のものとか、ちょっとファンタジーというかですね、幻想的なものも一緒にこう作っていく、まあ、それを合わせていくっていうのもいいと思いますし、まあ、あとはなんか、人が考えもしないようなですね、そこでそれをやるのかというですね、なんかそう思うようなですね、ものとかですね、まあ、そんなのもやっていくといいのかなというですね、思います。そしてワールドですね、世界というカードですね、まあ、まさにいろんな、なんか外国、なんか建物とかであれば外国のものとかですね、まあ、日本の結構いろいろお城とかなんかいろいろあるかもしれないですけれども、まあ、それだけでなくて、同じ外国のお城でも、あるじゃないですか、ドイツとかああいうとこ行くと、ああいう、感じのお城とかですね、あとは外国の建物とかですね、まあ、ちょっとそんなのをベースにしたものを作っていくというのもいいですし、ムーン、月というカードですね。はい、月ですので、こうなんか天体ものというか宇宙とかですね、まさに余計にこうなんかファンタジーみたいなものになりそうですが、まあ、そんな
ものもですね、なんかこう広い範囲がなんかありますね、うん、広い範囲、はい、なんか何でもいいっていうか、なんかそうですね、うん、特に、まあ、基本は特に何かこれにしなきゃあれにしなきゃというかですね、うん、ものはいらないかなと、ね、うん、あのもう本当にですね、自分がやりたいといったもの思ったものはもうあれもこれもやってみるというですね、うん、そんな風にしていくといいのかなというふうにですね、はい、思います、はい、で、まあ、あれもこれもと言ったのに理由があって、こちらですね、数学とかでいう無限大というのを、うん、表すマークということですので、まあ、可能性が無限大にあると、まさに文字通りですね、そんな意味がありますので、はい、うん、もう本当に自分がやりたいこういうのもいいかなとかですね、うん、まずはこうなんか映像とか見ても何でもいいんですけど、うん、無理だっていう前にですね、うん、こうどうやったらこれができるかなみたいな、はい、うん、そういうふうなところからこう、うん、まずはこうやるというところからこう出発していくっていうですね、はい、うん、そんなふうにしていくといいのかなとですね、そして月ということで何か天体とかそういうのもですね、いいのかなというふうにですね、思います、うん、なんか夜をテーマにしたものとかですね、そんなものですね、はい、あとは、まあ、月というのは、まあ、エネルギーでいうとプラスエネルギーマイナスエネルギーという言い方を、まあ、よくヨガとかやる方は使うんですが、うん、そのマイナスエネルギー、マイナスというのはなんか悪いことということではなくてですね、うん、こうなんか落ち着いた、うん、このカラーボトルで言うのであれば青とかこういうインディゴとか、あ、これ藍色というですね、うん、インディゴという色なんですが、まあ、そういうものを表すようなですね、ちょっと落ち着いた部分というかですね、うん、その、うん、こうよく戦争とかそういう、まあ、あるじゃないですか、ミリタリーものってですね、あ、はいはい、うん、ではなく、まあ、それもいいかもしれないけど、うん、そういうのよりはちょっとなんか落ち着いた感じの、はいはい、なんかこう周りが見ててですね、うん、癒されるようなですね、あ、うん、なんかそんなものを作っていくっていうのも、うん、こうマイナスエネルギー、まあ、静的静かなエネルギーというふうな言い方なんですが、うん、まあ、そんなのもですね、入れるといいのかなと、はい、はい、そうですね、感じです、はい、もうだから何作っても、はい、自分がこう作りたいって思ったものですね、はい、片っ端から作っていくというのも一つ、そうですね、いいのかなってですね、思いますので、はい、ぜひぜひと思います。なんか建物で、うん、あの教会を今作ろうと思ってるんですよ、はいはい、多分それは合ってるのかな。あ、なるほど、教会いいですね。なんか海外の教会なんですよ、建物が、はい、で、はい、冬の景色を作ろうかなと思って今情景ものを考えてるんですけど、はい、はい、はい、ちょっとまだ、うん、はい、これを 見、 いい、ね、見たのでちょっと考えて、はい、それを踏まえて、はい、はい、またいいですね、なんか冬の教会っていう、なんか来年に向けてまたジオラマ の、ね、あのコンテストに出すように頑張ろうかなと思っているんですけど、はい、結構外国、まあ、僕スペインに1年いたんですけども、あの結構そのジオラマっていうわけじゃないんですけど、あのそのちょっと近いものがですね、あるんですけども、スペインなんかとそのクリスマスが近づくと、あのイエス・キリストが生まれた馬小屋で生まれたとされてるんですけど、その再現シーンをあの作る、なんかそういう文化があってです、ね、あ、うん、もうできた既製品を買ってくる人もいるんですけども、それってプレセベとかいうんじゃないんですか、そう、違うのか、うん、なんか別の言い方が、なんかそういう建物っていうか、うん、そういう情景作ってる人がいますよ。あ、そうなんですね。長野の方、うん、あのベレンというふうにですね、スペイン語では言うんですが、あ、うん、あ、多分国が違うと思いますね、うん、国が違うとまた言い方が違いますもんね、あの本当にこう馬小屋のところで、まあ、パーツがですね、屋根とか、はいはい、柱とかこう単体で売ってるんですよ、うん、普通にですね、なんかフリーマーケットみたいな感じのところで売ってて、馬小屋ですね、なんか藁みたいなの、はい、その素材だけをこう単品で売ってたりとか、あと馬も馬小屋だからいるんですよね、馬がいて、そしてイエス・キリストがの赤ちゃんですけども、はいはい、赤ちゃんがいて、まあ、聖母マリアとですね、まあ、人形みたいな感じでもできてるんですね、がいて、で、あと登場人物3人出てくるんですけど、うん、東方の三博士って言ってですね、イエス・キリストが生まれたということでこう、なんていうんですか、プレゼントを持ってくるんですね、お祝いにですね、うん、まあ、あのそれを持ってくる人たちとかですね、の人形がこうあってっていうので、こう人それぞれですね、うん、作るんですよ、あ、うん、その人が好きなようにですね、えー、うん、っていうのを結構毎年毎年やってる方もいるんですよ、まあ、広い意味で言えばジオラマというか、そうですね、うん、だと思うんですよね、うん、だから
いいと思いますね。ヨーロッパっていうのでちょっと今ピンときたんですけども。そうですね。はい。ちょっとこのワールドで。ああいいですね。ヒントが出ましたね。ああいいと思います。うん、ぜひぜひ。はい。頑張っていただければなってですね。いい会話ができてよかったです。はい。ありがとうございます。はい。プチャールさんありがとうございます。美味しいでしょうしと。タルトは愛媛県内でタルト組合があっていろいろなお菓子屋さんが作っていますということで、さっきのタルトですね。うん、すごいですね。うん。はい、ということで、はい、ちょっと今日はちょっとカラーも選んでいただきながらですね、はいということでした。うん、まあそうなんです。今回ちょっと占い方を大幅に変えてですね、うん、まあ、できるだけこのカードの説明をですね、の時間をいっぱい取りたいということでですね、うん、そうです、切ってもらうのを最近は結構省くようにですね、しているとともに、はい、この向きも関係なくなりました。あ、そうなんですか。はい、でも、あ、そっか、上下あんまり関係ないんですね。うん、まあ、本当は関係あるんですけど、ね、まあ、僕の占い方の方ではですね、このカードを使うのに関しては、うん、全く新しい占い方というかですね、上下はあまりこう考えなくなったというかですね、今お弟子さんが4人いるんですが、うん、諦めソッドというですね、ものをもう出来上がりましたので、やっていくとともに、またちょっとキッズアキラメソッド4キッズというですね、子供さんに対してですね、まあ、メンタルトレーナーというところの考え方からですね、はい、うん、まあ、どうやってこうやる気になっていくかとかですね、こうメンタルの考え方の部分をですね、分かりやすく子供さんにも分かりやすくですね、やっていこうというのを先ほど、はい、ニョッキのレストランで、やりましょうということで、まあ、日にちだけ決まったんですね。あ、そうですか。はい、いいですね。いい感じですね。なので子供さんにも、はい、そうです、よかった。なんかタロットの世界を、息子さん娘さん、ああ、そうですね。なんかよく、まあ、タロットではないんですけど、うん、メンタルトレーニングですので、うん、カードは好きなんですけどね、ぐちゃぐちゃにいつもしてしまうんで、まあ、カードも使っても、うん、いいので、うん、そうです、ぐちゃぐちゃにされてもいいカードはあるんですよ。そうです。されてもいいカードってのはないけど、ね、でもあるのでですね、と思います、はい、うん、ということでですね、はい、すみません、なんかいろいろ持ってきてくださって、はい、ありがとうございます。ジオラムファクトリーだけちょっと、うん、ああ、はい、ジオラムファクトリー、うん、浜松ジオラマファクトリーということで、うん、これはどんな、これもジ、うん、これはジオラマ作家の山田拓司さんっていう方がですね、はい、の作品を主に展示しているところなんですけど、はい、非営利団体でですね、ザザシティっていう浜松の駅から歩いて10分かそれぐらい、うんうん、近いですね、結構駅から、うん、なところにの3階にあるんですけど、はいはい、3階なのでちょっと入ってすぐっていうところじゃないんですけど、うん、ちょっとなんかでもしあって思ったらぜひ浜松ジオラムファクトリーに行ってみてください、はい、うんうん、はい、もうこれは入場料とかなんか、あ、これはですね、そうですね、うん、大人500円大人500円、はい、うん、子供が小学生から100円だっけ、はい、ああ、子供さんがまた、うん、まあ、はい、大人500円、うん、中高生が200円中高生200円小学生が100円ですね、うん、小学生100円と、うん、未就園児、幼稚園以下ですね、幼稚園以下 は無料ということで、無料でと、うんうん、今もう終わってしまったんですが、渡部昇さんという方 の、 あのブルースアートなんかもやってたんですけど、うん、はいはい、今ちょっとまた変わったかもしれない。あとは山田拓司さん の、 そのテレビチャンピオン、はい、優勝5回っていう、すごいですね、優勝5回って、ね、すごいですね、うん、そういう方 の、 展示もやってます。はい、それから、うん、まあ、ここのところが主催でその浜松ジオラマグランプリということもやっているんですけど、はいはい、まあ、もう先日終わってしまったのでまた1年後ということで、はいはいはい、またそれに向けて、そういうなんか構想っていうのはどのぐらい前から練ったりとかするんですか。まあ1年前から、1年前か、あ、じゃあもう今まさに ですか、ね、今考えてる、まあ、私はそうですけど、まあ、近くなってから、はい、バタバタと作られる方もいらっしゃるとは思いますけど、はいはいはい、まあ、それに向けて、ね、なんかこう作りかけのものでもこう完成に持っていければ、はい、ね、ジオラムグランプリなんかも参加できたりするんじゃないでしょうか。いいですね、なんか楽しみですよね、はい、うーん、
ここは何時から何時までとか。あ、そうですね、ここは朝10時から7時ですね、うん、あ、結構遅くまでやってるですね、はい、で、このザザシティというところがお休みの日は休みなので、あ、はいはい、まあ、そこだけ気をつけていただいて、多分インターネットとかでザザシティだったらあると思うのでですね、ジュラファクトリーというところも、まあ、あの、うん、ホームページがありますので、はい、ぜひなんかスイーツデコ教室とか、はい、あとは山田拓司先生によるジオラマ教室とかですね、はい、あるんですね、あるんですよだからまあそういうところで参加されたらいかがでしょうか、はい、うん、そうですね、浜津ってちょっとここから遠いですけど、そう、まあでも、うん、県内なんで、うん、そうですね、県内だし、なんかこんなガンダムとかもあるんですか。そうですよ、ガンダム結構あの、はい、エヴァンゲリオン、あとはウルトラマン、ウルトラマンですね、うん、あとはもう自分の情景ですね、自分の情景、あの、山田拓司さんの家族という、はい、テーマの、はい、ジオラマなんかもあります。なんかいいですね、なんか楽しそうな感じですね、うん、そうですね、うん、行くとこういうパンフレットがあるんで、はい、買えば、あの、山田拓司先生がいたらサインをいただけるんじゃないかなと思います。あ、いつもいらっしゃるわけじゃないでしょうけど、結構いらっしゃるんですね。そうですね、結構いらっしゃるので、うん、あ、そうなんですね、はい、気をつけて、それはそれはそうですね、いけば、はい、会えると思います。あ、会えたら運がいいな。そうですね、ですね、まあ、いるいないとかの情報はないですよね、きっと。そうですね、ね、な、うん、どうですかね、まあ、問い合わせてみる。あ、そうですね、それが一番ことがあれですかね、すか結構なんか気さくな方なんで、はい、行くと、はぁとかって出てきてくださるので、はい、ありがとうございます、はい、うん、という感じでですね、あと、もうあと大体5分ぐらい、あ、うん、まあ、7分っていったところでしょうか、うん、まあ、もうちょっとしたまあ、エンディングにだんだんとですね入っていくようなですね形になるということなんですけども、今日いかがでしたか。あ、楽しかったですね、うん、あ、本当ですか、はい、まあ、途中いろんなですねこうタルトとかの食べさせていただいたりとかですよねごちそうさまでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、プチアルさん、ですね、うん、はい、あの、今日吉田からあれでしたっけ、はい、うん、吉田から来ました、はい、焼津は結構来られる、焼津はあの何ですか、プラモデルのショップが、うん、インターのそばにあるんですけど、焼津インターのそばにあるんですか、あのキッズランドという、キッズランド、あの、はい、上新電機の2階ですね、上新電機、はい、はい、あ、ある、上新電機っていうところが、そうなんですよ、うん、そこ に、 2階に、あの、はい、ちょっと足りないときはそこに買い出しに行ったり、ああ、はい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 、するぐらいですかね、あとは、はい、まあ、他はあとは雑貨屋さんとか、うん、雑貨屋さん、はい、うん、好きなところがあるんで、お、はい、そこ行ったりとか、はい、うん、来ますね、はい、あ、いいですね、またよかったらぜひ、はい、遊びに来ていただく、はい、はい、あの、そうですね、あの、ご家族でやられてるということですので、はい、あの、ぜひご主人とかもお時間が合うようでしたら、はい、そうですね、うん、私よりも多分模型のこと詳しいと思うんですけど、はい、うん、はい、はい、なんか静岡で展示とかそういうのはホビーショーとか以外にはなんかやったりはするんですか。あとは AFV って言ってアーマー、アーマーっていう、あのミリタリー系なんですけど、あ、戦車 の、はい、うん、あの模型が好きな人が集まって、はい、AFV の会っていうのを開くんですけど、うん、AFV、はい、アーマーファインディングビーグルって言って、アーマーファインディングビーグル、はい、うん、あの、まあ、戦場で使われたあの戦車とか、うん、あと装甲車両とかですね、はいはいはい、そういうものを作るのが好きな人が集まる、うん、あのイベントがあるんですけど、はい、またそれがあの静岡ホビースクエアっていう、うん、あの駅から、あ、ありますね、すぐそばにある、あそこであのやったりとかするんです、まだ決まってはいないんですけど、はい、先の話は、はい、うん、まあ、そういうので、あ、じゃあそういうのも作られる、あの、参加できればですけど、はいはい、はい、なんかいろいろありますよね、そうですね、あとは、うん、あの、私今月は参加できないんですけど、今月の終わりに、はい、うん、あのオートモデラーの集いっていうのが駿府匠宿っていうところで、あ、匠宿がありますね、9月の29日と日曜日、はい、29日日曜日、はい、に、あの、うん、車が好きな、はい、プラモデルが、車のプラモデルが好きな人が集まるというイベントがあります。車好きのプラモ、車っていうとどんな車？うん、あの、なんですかね、
パトカーやら、パトカー、普通の乗用車やら、あとはレーシングカー、まあ、車なら何でもそういいです。はいはい、まあ、タイヤが4つついてというか、タイヤが4つついてタクミッシュクもそういうのやってる、ね、やりますね、はい、そういうやっぱモード作りの街なので、あ、そうですね、静岡はそういうところで、はいはい、アピールしてますね、はい、なんかいっぱいですね、なんか楽しみな感じですね、はい、私が主催ならいいですけど、主催じゃないんですけど、ああでもだんだん作っていくとですよね、うん、こうなんか自由に行って帰って、これもそうですので、はい、うん、あのまあいずれはこうなんか、ね、そう、そういうところでこう参加してものづくりの好きな人がこうね交流が深まれば、はい、そこでまあクラブができたりとかするんでですね、はいはい、次のこう、ね、集まりがあったら、はいはい、行ってみたらどうでしょうか。いいですね、ぜひぜひ、そういうのあったら呼んでいただけたら、ね、なんかこう、まあ、ただ見るだけですけど、覗くだけでもいいんですよ、はい、本当に興味のある、はい、なしも関係なしに、うん、はい、うん、ありがとうございます、はい、写真で見るのと実際見るのとでは違うんでね、そうですね、違いますね、はい、プチアルさん、磯自慢が美味しかったですということで、磯自慢、お酒は飲まれます？あ、飲まないんですけど、磯自慢っていうありますね、美味しいのはあるんですが、飲まれたようです。この間先週この辺でも飲めないから。飲めないですね。うん、はい、うん。そうですね。そうですよね。磯自慢ってなかなか。一番いいやつ。はいはい。ああ、はいはい。そうですよね。よかったですね。お酒をさ堪能できて。うん、そうですよね。ね、はい、あの本当に美味しいお酒って。白ワインみたいな感じなんですか。あ、うん、そうなんですか、はい、昨日僕東京で散々飲んで帰ってきたんですけどいいですね、うこう何杯飲んだか、まあ、覚えてなくはないけど、結構飲んで帰ってきたというですね記憶はあるんですか。記憶は僕飲んでも記憶はあるんですよ。あ、じゃあいいんですよ、うん、ですかね、うん、はい、もういろんな地酒というかですね、三重から出雲 その島根から何からですね、また周りが飲むから知られて飲んでしまったんですが、そういう揃ってるとこありますよね。あのもう本当に目移りしちゃって、ね、そうそうそう、そんな感じですね、なんですけど引き酒みたいですね。あ、そうですね、まあ、面白かったですなんて何で言ってんだと思うんですけど、はい、あ、プチアルさん、グランドホテルの料理も美味しかったということで、はい、あの焼津グランドですね、はい、あとすみません、終わりの前に1個だけ告知ですねさせてください。9月29日日曜日ですね、花花市というですね、静岡県のマイホームセンターと、あ、静岡市か、あ、マイホームセンターというですねところがあるんですが、150号線焼津の方、焼津行く途中ですね、なんですが、まあ、そちらで花花市と、静岡新聞のところにも載った、あ、そうですが、私アキラもですね、タロット占いということで、まあ、珍しいんですけど500円ということでワンコインでですね、出ておりますので、よかったらいらしてくださいということで、うん、ちょっと宣伝入れちゃいましたが、はい、はい、もう30分ということでですね、はい、イベントがいっぱいですね、29日は。ああ、そうですね、いっぱいですねなんか、はい、またぜひこちら来ていただけたらなというふうに思います。はい、はい、ではアキラのタロットカフェですね、本日はここまでということで、今日はですね、四つ葉のクローバー大作戦、よりというですね、プロジェクトということでですね、模型女子こと横山千恵美さんにお越しいただきました。あ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、では皆さん、次回オンエアは9月30日かな、の月曜日になりますので、またぜひご覧いただけたらなというふうに思います。ということで、アキラのタロットカフェ、今日はここまでということで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、この後45分から綺麗になりたいじゃなくて、たわごとじゃなくて、シーナの独り言かな、あ、はい、みんなのたわごと、シーナの独り言、まあ、なんかあの番組が、なんか番組がありますので、おかしいけど、なんかですね、ちゃんと紹介しながら、ちゃんと次の番組に出すから大丈夫です、そうそう、チャンネルはそのままで、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。すいません、こんな感じです。あ、いえいえ、
焼津だから私、おたるをなんか遊び場でかけてる遊び場の、あ、しゃべり場しゃべり場、真剣10代しゃべり場あ、パクリだ今、カンパクリだカンパクリだえっ、ー、と12月の7日と12月27日ですね。土曜日と1個が土曜日、土曜日ですね。と一個もう1個が日曜日、あ、金曜日ですね。まあ、年末なんです。15時16時ですね。1時間でお試し版っていうので。ちょうど冬休みです。そうですね。1個は冬休み中ですね。行けれたら、ね、ああ、よかった行けたら行ってみたいな一応1000円でああ、いいですねアキラさん、お酒飲んで次の日頭痛くなったりします？まあ、僕大丈夫です。大丈夫なの？はい。旦那は結構頭痛くなったりとか してるから記憶もなくすし。ああ、そうなんですか。前はそうでなかったらしいんですけどね。飲まなくなったらそんな感じになっちゃって昨日だって帰ってきたとか言われたりして覚えてないんだとか言って良かった。脇屋さん持ってきてくれて、ありがとうございます。家でちょうどに今日ニョッキ食べようとか言って、昼間にミートソース作って、あ、そうだったんです。家で食べたんです。冷凍ニョッキ買ってるんで、ああ、はいはいはい。すいません、こちらありがとうございます。はい。なんか作って飾ってみて。はい、5秒前。この何とも言えないネタバレ感もう一番やりますよはい、あ、カズ君そこにいたの？うん、入ってないそこにいたんじゃない？はい、入ってないそっちって何するかね何するんだっけかな。あ、分かった、分かった、思い出した思い出した、照明つけようと思ってたんだ。どうした？あの、懲りずにな、あれだわ、懲りずにな、喋ること考えてみるわ。あ、もう一回行くよーおっと、まだ止まるのもう一人の人ちょっと待って、僕も1枚ぐらいせっかく
今度画角狭くしましたからズームで。もっと寄ってください。もっと前にですか。前に前に戻ってください。もうブチューってやって。アビアさんもうちょっと右側。右側。こっちこっちこっち。僕の入るところ今確保しようと思って。あ、エコさんがちょっと黒いね。ジグロだっけ。昨日日に焼けたんじゃないですか。あ、昨日日に焼けたよね結構ね。これだよ、これだよ。どれを持ってた。次はなんだか、なんだかの遊び場でしょ。あ、私です。そろそろ定着した。シーナの遊び場にした。シーナの遊び場でいいんですね。はい。シーナの遊び場でいい。いいよね。乗っとった。乗っとった。いいね。たくみさん見た時、おったまげだ。あ、そうですか、ぜひぜひ。どれぐらい、45分からこれから次のは15分まで6時15分で終わる感じ。その後手ずるまずるの来ます。あ、来るんですね。来ないかもしれない。あ、そうですか。あ、まあ、あの帰りたい時に帰るような感じで、ね、途中から出てっても全然大丈夫です。あ、そうですか、はい、ちょっとだけ。あ、そうですか。ギャラリーいるね。そうですか。盛り上がる。ゲストやってる。ゲストやってる。番組やってる人はね、あの盛り上がっちゃう。待ってください。私たちど素人。あ、どうぞ。いいですか。どがつくほどの素人なんですけど、どうすればいいですか。出てみたいです。二人が困ったらアキラさんに助け舟。アキラさん。また今日もみんなゲストです。みんなゲストです。困ったらアキラさんに。あ、モニターがここで大体30秒から1分遅れぐらいで。あ、ありがとうございます。じゃあこれを見させていた私が。ここを見ると誰か書いてくれてる。お、あ、それがいつも書いてる。これもう今前宣伝のあれだから、これであんまりいい表情がないと人見に来ないからね。これ今から始まるよみたいな感じ。シーナ。あ、番組名言って。シーナの遊び場です。です。私ここにいたらまずい。いちかはどっちだよ。はい、こんな感じで今。はい、撮りました。なんか。はい。今15時。あ、そうですね。多分いいと思う。いいね。いつもだね。いつもだね。安定だね。ここ。あ、でもこれでいいですか。カバーはそれがいい。これがいい。それがいい。そうなので、それでお願いします。痛い。どこがいいかな。どこがいいの。シーナはカタカナでいいの。シーナはひらがなでもカタカナでも当て字でもよろしくよろしくみたいな。え、ちょっと待って、あの本当にね、なんかね、あの全然喋ること考えられなかった。ここ一番。第。あ。うーわ、ポーク。マジ美味しそう。シーナ3時10分前。そこでやるって。あ。いいよ、そこで。どっち側がいい。どこ。こっち側の方が照明が当たるよ。あ、じゃあこっち側にしよう。ああ、私もどうしよう。やだ、もう。やだ、もう。やだ、もう。シーナの遊びは。全然考えてない、やだ、もう。何？本当に考えてないんだ。あのね、違う。いろいろ考えた結果、ごちゃごちゃしてしまって、うん、割と大変なことになってしまった。めっちゃ動いてるやん。シーナがでしょ、今からニュース読むんでしょ。ニュースです。静岡市駿河区、どこにしようかな。どこ
もう青いくって言っとけばよかった。遊び場で事件が起きました。なんと椎名暴走、暴走モード突入みたいな。あ、25日椎名暴走、25日は椎名暴走モード突入みたいな。何言うの。あ、じゃあさ、あお携帯が、携帯が買ったばかりじゃないの。買ったばかりですよ。まだ何時間くらいしか経って、え、時間単位、うん、そうそう、あの何十時間くらいしか経って、時間単位ってお前バカじゃねえみたいなね。はい、あと3分の間に何喋るか考えよう。そう、それをね、たくみさんが考えてくれる予定だったの。ね、自分で考えよう。え、あの番組の流れをね、たくみさん考えてもらおうと思って一緒にやってたら、忘れちゃったんじゃないけど、その文化祭が、あ、違うことに話すよね、話題がね、言っちゃったのね。文化祭のことでちょっとね、考えきれず何も考えてないので、割り箸っていうのがいい。おー、割り箸しな、それは残念すぎ。あの安定のものがないと喋れない人みたいな。と、もう1分前だって。ちょっと待って、まだ考えてないよ。これここで時間ここでいいんですか。1分前、デジカメは良くないですね。私デジカメになりたい。デジカメな貝になりたい。何したい。シチューにもなりたい。食べ物ちょっと何をしたいとかはないんですけど、ちょっとあの何でも物になりたい症候群。物になりたい症候群の私です。え、待って、あの時間止まんない。あのさ、なんか魔法の呪文とか言ったらみんな固まったり。ね、携帯落とすんだから。ここがあれだから最低ね。ここにしなさい。はい、膝の上、チャックはお膝の上。わけわかんない。チャックはお膝の上。ズボンのチャックは閉めて。ズボンのチャックはお膝の上。ん？ん？脱げってこと？脱げってこと？わけわかんねえ、あんた。はじ。はい、見てください。はい、チーズ。はい、もう一枚。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。イエーイ、鬼すずめ。鬼、うん。